エントランスエントランス上部のフリーズケンブリッジシアターはウェストエンドシアターに属する劇場である。カムデンロンドン自治区のセブンダイアルズに面したアーラム通りの角地に所在する。1929年から1930年にバーティマイヤーのため変則的な三角の敷地上に建設された。設計はウィンペリス・シンプソンガスリーが担当した。内装の一部を アイバン・チャマイエフが手掛け、ブロンズのフリーズは彫刻家、アンソニー・イギボンズ・グリーンリングの手によるものである。建材には鉄とコンクリートを用いており、洗練された簡潔な線で構成されたデザインが目を引く。本劇場は1950年に改装が施されている。当初の金と銀の装飾が赤いと塗り替えられ、食材とシャンデリアが新たに備え付けられた。 1987年、カール・トムズによって再度改装が行われ、当初の内装が復元された。円形のエントランスホワイエに設置されたグリーンリングのブロンズのフリーズには、運動をする裸体の人物像が描かれ、続くメインホワイエにも同様の踊る裸像を描写したパネルが掲げてある。部分的に人工の大遺跡を使用した壁の、不柱には上向きに照明器具を取り付け、 天井は多層構造で間接照明が用いられている。イングリッシュヘリテッジは次のように述べている。ケンブリッジシアターは1920年代ドイツにおいて先駆けて発展したモダンな表現主義の建築様式を採用した初期の希少な実例である。そこにはミュージックホールの過剰なデザインや当時の映画に対する意識的な反応が見られる。 劇場はより宣伝された娯楽にふさわしい新たな様式を施行し、それを間接照明、光沢のある鉄や明るい色合いによって彩られたシンプルな形状からなるドイツのモダンなフォルムに見出した。それが映画館の設計に取り入れられたのは1935年のことである。本劇場は1999年1月に二級指定建造物に指定された。 1930年9月4日、アンドレ・シャルロのマスカレードでコケラ落としが行われた。1972年、ラリー・パーンズが本劇場にかかる不動産人借権を買い受け、1976年12月のジョン・カリーによるザ・ジョン・カレイ・シアター・オブ・スケーティングといった多彩なショーを上演した。その後、ポール・グレック率いるアポロ・シアターズ・チェーンが本劇場を 取得、ザ・マジック・キャートルへと解消され、ラスベガス的なマジックショーを行うたが失敗に終わり、1987年の改装と合わせて名前も元に戻された。現在では、アンドリュー・ロイド・ウェバーが代表を務めるリングッド・シアターズによって所有、運営されている。ケンブリッジ・シアターにおける公演は、上演期間が比較的短く設定され、 休館期間を挟みながら行われるのが特徴である。本劇場はオープン時から映画上映用の設備を備えており、1930年代後半には映画の展示会の会場として用いられ、1969年に再度映画館として使用されている。1949年にはオードリー・ヘプバーンがコーラス役で出演したレビュー、ソースタルタルよびそれに続く。 ソースピカンテが本劇場で上演された。演劇作品では、1960年2月に、ジョン・モーティマー発の儀曲、ザ・ロング・サイド・オブ・ザ・パークの初演が行われたほか、同年9月から上演が開始されたアルバート・フィニー、主演、嘘つき・ビリーは、大きな成功を収めた。メノッティのオペラ、領事のほか、ジェイ・ポメロイ主催のロシア・バレエ公演にも、本劇場が使用されている。 注目すべきプロダクションとしては、1958年の、ピーター・コーク作ジョーン・シムズ出演、ブレス・オブ・スプリング、1963年の、トミー・スティール出演、心をつなぐロック・ペンス、1964年の、ブルース・フォーサイス出演、リトル・メ、ザ・ブラック、ミカドのほか、1970年代後半の、カンダー・エップ作、シカゴが、上演回数590回となっている。 比較的最近のものでは、ロックンロールミュージカル、リターンツーザ・フォービドゥン・プラネットがある。シェイクスピアのテンペストと、その本案映画、禁断の惑星を下敷きにしており、1950年代および60年代の曲が使用されている。1989年9月の開幕から1993年初頭まで上演され、本命のミッサイゴンを破って、 オリビエ賞の最優秀新作ミュージカル賞を受賞した。ジェリー・スプリンガー・ジオペラは2003年10月14日から2005年2月19日まで上演され、物議を醸した。これに続き、記述し、ダレン・ブラウンの公演、サムシング・ウィケット・ディス・ウェイ・カムズが1ヶ月間にわたり行われた。同年7月7日には、フライング・ミュージックのダンシング・イン・ザ・ストリーツ、 ロンドン初演が行われ、2006年4月22日に上演を終了した。その後、シカゴがウェストエンドシアターのアデルフィシアターから1970年代にロンドン初演を行った本劇場へと場所を移して、上演10年目を迎えたが、2011年8月27日でシカゴの上演は終了し、それより後の公演はすべてキャンセルされた。 マチルダは2011年10月18日から本劇場で上演を開始したが、公式の初演日は2011年11月22日とされている。2017年4月をもってマチルダは上演期間が本劇場史上最長のプロダクションとなった。ありがとうございます。